シンプルに初期に作れる扉不要のトラップをご紹介させていただこうかと思います。はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日は扉不要のグリフィントラップのご紹介となります。グリフィンですね。今まで2種類ほどトラップをご紹介させていただいていたんですけども、別パターンとしてご紹介させていただきます。今までですね、一マスの簡易トラップの部分と、こちらも扉不要のジャンプパッドを使ったタイプのトラップをご紹介させていただいたんですが、シンプルに初期に作れる扉不要のトラップをご紹介させていただこうかと思います。まあグリフィンですね。やっぱかっこいい部分とブリーディングもできない部分はあるので、結構捉える機会多いかと思いますし、まあ最近ですね、各マップですね、出てくるようにもなったので、もともとラグナロクだけの生物だったんですが、クリスタルアイルズもそうですし、このロスアイランドに関しても出現する生物になっております。始めたての人でもですね、簡単にトラップですね、ご利用いただいて、テイムしやすいタイプで、極力資材の方も抑えた形で作れるものになっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。まあ、普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、まあ、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まずは以前ご紹介していたトラップについて簡単にご紹介だけさせていただこうかと思います。向かって左側が一マスタイプの簡易トラップですね。右側がテックジャンプパッドを使った扉も不要になっているトラップになってます。でまずこちらに関してなんですが、こっちは扉を使うタイプ。土台一つに両扉枠三つですね。二段と天井をつけてここに一つ。で、ここに柵をつける。で、ここに扉をつけていただいて、誘導したら扉を開いて捉えるというものになってます。グリフィンですね、結構砂ぼこりあげるので、ちょっと扉開けるの。やりたての人とかですと、ちょっと難しいところがあるかもしれないですが、そんなに問題なくご利用いただけるものになってます。ちなみに、ここだと、眠らせてからですね、基本的に壁で囲うこともできるので、テイムした後ですね、眠らせた後に関しても、ガードしながらテイムすることができます。まあもちろんそのままでもいいですけどね。こんな感じですね。次に、こっちがジャンプパッドを使ったパターン。ジャンプパッド自体作るのはあれなんですが、常に拾うことができるので、コスト的には一回作ってしまえばそんなに高くないトラップですね。ここに土台2つあって、三角土台をここに3つ、で、ここに5つですね。入り口として横に広げているタイプで、両サイドですね。ぐるっと横に両扉枠を張って、傾斜付きの三角天井ですね、をつけている形ですね。で、テックジャンプパッドとしては、下降 27% で、反対方向に反転で、起動していただければ、この形になります。張るときは、ここから、はしご使って、まっすぐ張ってください。角度が変わってしまうので、土台1個ここにつけると、起きやすいです。ポイントは、このジャンプパッド置く場所に関しては、このあたりですね。この線のあたりに、この段差が来るように置いてください。ちなみに、あるゲームを捉えることができます。以上が簡単なご案内となります。詳しくはそれぞれの動画ですね。概要欄にも貼っておきますし、左上のカードのところからも飛べるようになっておりますので、気になる方はご覧いただければと思います。ではですね、扉不要のグリフィントラップのご紹介となります。まずは早速作っていこうかと思います。
まずですね、土台を6個置きます。両扉枠を奥側の真ん中ですねに2つ置きます。あとは柵をここから順番に、でこっちも置いて真ん中だけ1個開けていく状態ですね。でここにそれぞれ1個ずつ置きます。あとは天井を同じく6個ですねあります。以上です。まあシンプルですね。まあそれこそ置くだけなので、土台6個置ければ始めたての人でも、まあ石建材が作れればですね、できるトラップになってます。前景としてはこんな感じ。結構やってる人であればピンとくるかもしれないんですが、昔あったワイバーントラップ、扉使わないタイプ、開始タイプのワイバーントラップの発想と同じ作りになってます。もちろんサイズ感であったり資材は違いますが、このトラップですね、グリフィンは抜けれないんですが、アルゲンは抜けれます。もちろんプテラやフクロウは抜けれます。ここ抜けれるんでね。誘導として移動速度的にちょっとあれですけども、アルゲンとかでも誘導して乗りながらですね使うことができます。では実際試してみますね。ではですね、実際アルゲンに乗ってやっていきます。ちなみにアルゲンで誘導する場合なんですが、注意点があります。扉のところは抜けれないので、まっすぐ入りすぎてしまうとこうやって詰まっちゃいます。アルゲンでやる場合ですね。フクロウとかテラとかはこのまま抜けれるので問題ないんですが、そういう場合に関してもアルゲンでする場合はうまいこと横を抜けてですね行く必要があります。では実際誘導していきますね。でこのまま誘導できたらという感じですね。これで入って回転半径があるので、こういう形ではまっていきます。抜けれないんですね。まあこんな感じですね。このトラップなんですが、一応アルゲンでする場合なんですが、ここだけアルゲン抜けれないので、さっきみたいにグリフォンがそのまま入ってきてしまうと抜けれなくなります。なのでこううまいこと抜けていただければ、ちゃんと真ん中を通ってですね、こううまいこと抜けていただければ誘導はアルゲンでも簡単にできます。もちろんフクロウとかプテラであればもっと簡単に誘導ができます。この形であればグリフォンですね捉えることができるんですが、ちなみになんですけども、この形ですね、柵の部分を壁で作ってしまうとアルゲンも捉えることができます。当然ですがアルゲンでは誘導ができないので、こちらの白魔導士雪ふくろうくんに手伝っていただきます。ということでこれで誘導します。はい、誘導しました。あとはこの状態でこのまま打っていきますね。これで逃げ出し始めたんですが、こういう形で逃げる方向ですねで捉えてしまうので、一応ですね真正面から打つと下手するとそこの一マス抜ける可能性があるんで、横から打っておけばとりあえず抜けられることはないです。こんな感じですね。まあ、少なくとも逃げ出してこっち側にいれば反対側に逃げていくんで得られることもないです。基本的には上の方に逃げていくので、上の方囲っていれば抜けれないっていうのもあるんですけど、こんな感じね。上から垂らした方が抜けられにくいです。アルゲンとかの場合は雪袋はもちろん1枚抜けれちゃうので、この形だと抜けられてしまいます。全部囲ってしまえばもちろん抜けれないので、その形でもいいです。アルゲンの場合は以前扉不要トラップですね、まあトラップ紹介というか冒険編の方でですねご紹介していたんですが、まあこういった形も取ることができます。こちらの方が開けられにくくはあります。はい、こんな感じですね。このトラップでもグリフィンをはめることはできます。アルゲンで誘導ができないというだけですね。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日は扉不要のグリフィントラップのご紹介でした。アルゲンでも誘導できますし、まあフクロウとかでも誘導できるタイプになってます。もちろんですね扉不要で置いているだけなので、一度壊していただいてもいいですし、フリートラップとして置いておくというのも一つではあると思います。邪魔にならないようにですね。柵タイプであればアルゲンでも誘導できますし、壁タイプであればアルゲンでも捉えることができるというものになってます。飛行
法速度的にちょっとある限で誘導するっていうのも距離がある場合はしんどいかもしれないんですが、まあ、ある意味引き離さずにですね誘導できるという面はあると思いますので、お好みでご利用いただければと思います。で、一応壁タイプの方であれば下の段につけている場合に関しては一応周りの恐竜からも攻撃はされづらいものにはなっているかと思いますので、比較的サーベルタイガーとかウルフとかですね、そういった恐竜とかでは攻撃ができないようになっています。もちろん中に入ってくればあれですけど、そこまで頑張って、野生の動きで入ってくることは少ないかとは思うので、まあ、もちろん囲ってしまえば完全に防御することもできます、まあ、そこは状況を見てご判断いただければと思います。では本日は以上となります。普段こういった形でトラップであったり建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。